まあ、ヤマト民族が細くなったのはいろんな理由があるんですが、それでもなんでうちらエルメス・エミシーが目が大きいかって言いますと、それは狩猟民族末裔だからなんですよね。やっぱり狩猟民族だけはね、目が大きくないとどうしようもない。ヤマト民族みたいな遊牧民族は、まあ、犬が優秀だったらいいだけで。で、農耕民族は別にその視力ってそんなに要求されない。狩猟民族、まあ、狩猟漁労民族、あ、狩猟漁労採取民族ね。採取もそう。ね、あの、ミート、果実、果物とか木の実、見つけるのもね。薬草見つけるのもね。やっぱり目が良くなってね。ふっくって見分けないとね。で、その、狩りだけなく、その海の量もね、目が良くないとね。また、船の上って目が良くなると目が寒いし。ってなわけで、うちらの民族ね、バッチリしてるんです。